藤山一郎、藤山一郎、藤山一郎、1911年、明治44年4月8日から1993年、平成5年8月21日は、日本の歌手、声楽家、作曲家、指揮者である。本名は、増永武雄。本名では、クラシック音楽の声楽家、バリトン歌手として活躍した。東京府東京市日本橋区柿柄町。 現東京都中央区日本橋柿柄町出身東京音楽学校後の東京芸術大学音楽学部卒業主席東京音楽学校で培った正当な声楽技術歌唱法音楽理論とハイバリトンの音声を武器にテナーの国民的歌手流行歌手として活躍1930年代から1940年代にかけて 酒は、涙固め息か、丘を越えて、東京ラプソディ、青い山脈、長崎の鐘など数多くのヒット曲を世に送った。理論、楽天に忠実に歌ったことから、性格歌手と呼ばれ、その拡張の高い歌声は、会所の歌と評された。1992年、平成4年、国民栄誉賞を受賞した。藤山は九百十一年、明治十四年四月八日、 東京府東京市日本橋区柿柄町、後の東京都中央区日本橋柿柄町に、道区長谷川町、後の東京都中央区日本橋堀留町二丁目南部のモスリントンや大宮の男、五人兄弟の末っ子として生まれた。父の新三郎は大宮の番頭で、母の優は天守の幼女であった。幼少期は家業が順調であった上、母の優が、 株式投資の収益で、日本橋宿一帯に借家を建てた額の家賃収入を得ていたことから、経済的に大変恵まれた環境にあった。また、幼少期から音楽家としての資質を育むのに適した環境の下で育った。母の優は子供にピアノを習わせる教育方針を持っており、藤山も幼少期からピアノを習った。さらに通っていた幼稚園が終わると、親戚の作曲家、 山田源一郎、藤山の姉、常子の夫は、山田のおいが創立した日本女子音楽学校、後の日本音楽学校に足しげく通い、賛美歌を歌ったりピアノの弾き方、楽譜の読み方を教わった。また、家族に連れられて隅田川を往復する蒸気船に乗って浅草に遊びに行き、物売りの工場や下町の歯切れの良い発音を耳にした。藤山曰く。 後年発音の歯切れの良さが評価されたことには、幼少期に浅草で経験したことの影響があった。1918年、大正7年春、慶応義塾幼稚舎に入学。この時期の藤山は楽譜を読みこなせるようになっており、学内外で同様の講演に出演した。幼稚舎の音楽教師、江澤聖太郎の紹介で、同様歌手となり、春野の 江沢聖太郎作曲などをレコードに吹き込んだこともある。ただし江沢は、同様歌手は大成しないという考えの持ち主で、その勧めにより在学中の一時期は歌をやめ、楽天楽譜を読みピアノバイオリンを修練することに専念した。学業成績を見ると、昇華が6年間通して10点中9点以上で、その他の強化も全て7以上であった。1924年、 大正13年春に、慶応義塾普通部に進学した藤山は、同校の音楽教師を務めていた、広田隆太郎、東京音楽学校助教授にピアノを習い、課外授業に参加するなど音楽に励む傍ら、ラグビー部に入部して、運動にも打ち込んだ。3.4年時には、1929年度の全国中等学校集級大会で優勝を、経験している。 この時期の藤山の学業成績を見ると、音楽と体育以外は悪く、卒業時の学内順位は52人中51人であった。慶応普通部在籍時の1927年、昭和2年、慶応の応援歌、若吉が作られた時、総慶戦に向けて、普通部に在学中の藤山が、学生の歌唱指導に当たった。藤山は、上級生でも歌えないものはしごいたため、 総計戦が終わった後、普通部の五年生に呼び出され、脅され、殴られた。それ以来、藤山と若吉地の付き合いは長い。慶応義塾在籍中、藤山は福沢諭吉が説いた奉仕の精神を身につけた。このことは後にロータリークラブやボーイスカウトに協力し、福祉施設に慰問を行うことにつながった。 慶応義塾普通部を卒業後の1929年、昭和4年4月、当時日本で唯一の管理の音楽専門学校であった、東京音楽学校与科生学部、後の東京芸術大学音楽学部に入学。当時は、歌舞音力は、不女子のものという風潮が強く、生学部に入学した学生の中で、男は、藤山和人であった。 入学試験の高等諮問で音楽をやる理由を問われた藤山はオペラ歌手を目指します答えた藤山は予科生学科で30人中15番の成績を収め本科に進学した1931年昭和6年2月には学友演奏会成績優秀者による演奏会土曜演奏会ともに出演し歌劇ファウストよりこの手を取り手よ 歌劇、リゴレットより、美しの乙女よ、の予営賞に、バリトンで独唱するなど純風満帆の学生生活を送っていたが、音楽学校生活進学後間もなく、世界教皇の煽りを受けた、昭和教皇の影響で実家のモスリンドン屋の経営が、傾き、三万八千円の借金を抱え廃業した。藤山は家計を助けようと社府のアルバイトを始めたが、収入が少なく、 レコードの吹き込みの仕事を始めるようになった。これは、公害演奏を禁止した、学則五十八条に違反する行為であったため、藤山一郎の変名を用いることにした。名前の由来は、上野のパン屋、A 士の息子で、親友、A 藤秀夫、慶応将校の名を使って、藤長西一郎と続け、藤長一郎としたが、 本名である増永の久志が入ることで正体がバレることを恐れた。そこで、富士山なら日本一で行こうと、久志を山にして芸名を藤山一郎にした。この変名はわずか五分のうちに生まれた。藤山は1931年から1932年にかけておよそ40の曲を吹き込んだ。代表曲は、 小川正夫が作曲し1931年9月に発売された酒は涙方名機下で100万枚を超える売り上げを記録した。塩沢美信によると当時の日本にあった蓄音機は植民地であった台湾や朝鮮を含めおよそ20万台で狂乱に近い大ヒットであった。この曲の吹き込みで藤山は声量を抑え美しい共鳴の響きを生かし、 声楽技術を正当に解釈したクルーン商法を用い、電気吹き込み時代のマイクロフォンの特性を効果的に活かした歌唱によって、ウサとモダニズムが同居する世相を反映させようとする小賀の意図を実現させた。同じく1931年に発売された小賀作曲の丘を越えてもヒットした。丘を越えてはクルーン商法ではなくマイクから相当離れた位置で、 メリハリをつけて、あくまでも綺麗にクリアーに、声量を落とさないで、しかも溢れさせないように歌う歌唱表現で、小賀メロディーの青春を高らかに歌い上げている。丘を越えてのヒットによって藤山と小賀はスターダムにのし上がった。歌のヒットと同時に、藤山一郎という歌手への注目が好感で高まり、世間の関心が集まるようにもなった。藤山は、 学校関係者に歌を聞かれて正体が発覚することを恐れ、アルバイト料が売り上げに関係なく1曲あたり15円と決められていたことからレコードが売れないよう願ってさえいた。小賀と関係の深かった明治大学マンドリンクラブの定期演奏会にゲスト出演した山は舞台の袖から姿を隠して歌い、観客が不満を訴える騒ぎとなったこともある。そんな中、東京音楽学校宛に、 藤山一郎とは、五校の真須永武雄であるという内容の当書が届き、学校当局は藤山を問いただした。藤山は、先生は作曲をするなどして、学校の外で金を稼いでいるのに、生徒が学費のために内職するのを責めるのは、不公平だと反発したためあわや退学処分という子になった。しかしハイバリトンの声楽家として、 藤山を評価していたクラウスプリングスハイムが退学に反対し、慶応義塾普通部時代から藤山をよく知る広田、龍太郎、大塚敦史、柳田氏も、学業成績の修査やアルバイトで得た収入をすべて、母親に渡していることを理由に擁護に回った結果、今後のレコード吹き込み禁止と、定額1ヶ月の処分に落ち着いた。しかも、その1ヶ月は、学校の冬休みにあたり、 実質的な処分は課されなかった。なお、この時藤山はまだ吹き込みを行っていなかった。影を下体ておすでに吹き込み済みであるとして学校にリスト提出し発行を可能にした。定額が解除されると、藤山はレコードの吹き込みを止め、学業に専念した。1932年、昭和7年、藤山は 東京音楽学校総学堂で上演された学校オペラデア・ヤー・ザ・ガー・デア・ジャシー・ジャーハイというものクルト・バイル作曲の主役テナーの少年役を演東京音楽学校は風紀を理由に舞台上演のオペラを禁止していたがこの上演のみ例外で舞台上演された日比谷公会堂でプリングスハイムの指揮でワーグナーのオペラローエン・グリンのソリストを務めている ブーハーペイニッヒ、マリアトールラ外国人歌手と越してのバリトン独唱は期待のホープとして注目された。1933年、昭和8年3月、藤山は東京音楽学校を主席で卒業した。週刊音楽新聞は、卒業演奏における歌劇、道化師のアりや、歌劇、より、の独唱を取り上げ、東京音楽学校を始まって、 以来の声楽家になるのではないかと評した。藤山はレコード歌手になって実家の借金を返済したいという思いが強く、卒業直後にビクターに入社し、同社の専属歌手となった。ビクターは前年の春から藤山に接触し、毎月100円の学費援助を行っていた。酒は涙かため息かなどのヒット曲がコロンビアから発売された曲であったことから、藤山は コロムリア入社も考えたが、定額となって、以来長らく接触が途絶えた上、ようやく交渉を開始してからも藤山が求めた月給制を拒絶したため、月給100円に加え2%のレコード印税支払いを約束したクター入社を決めた。だが、1933年3月、コロンビアから発売されたローエングリンには、藤山が本名、 増永武ガ・で読書者に名前を連ねている。藤山一郎のビクター入社の経緯について、菊池清まろは、藤山のビクター入社は安藤兵部が獲得に動いた。こと、当時ビクターには、橋本国彦、徳山田四谷文子ら東京音楽学校の先輩らが、先属にいて、クラシックと大衆音楽の両立がしやすい雰囲気があったことを、指摘している。ビクターに、 富山を奪われる形となったコロンビアは、作曲家の笹効果と作詞家のシュグレオとワを、ビクターから引き抜いた。入社2年目までの富山は、東京音楽学校に研究家生として在籍して、ブーハー・ペーニヒヒの指導を受けており、作曲、編曲、吹き込みなどを行う傍ら学校やペーニッヒの自宅にも通った。1933年4月には、 読売新聞社主催の新人演奏会に東京音楽学校代表として出演し、同年6月18日には東京音楽学校の定期演奏会、日比谷公会堂に出演している。クラウスプリングスハイム式ベートーベンの第9をバリトン独唱。この時期の藤山は様々なジャンルの歌を歌っている。公演を見ると1933年10月に日比谷公会堂で 藤山一郎、増永武雄の会を催し、藤山一郎として、ジャズと流行歌を、増永武雄として、クラシックを歌い、美しい響きで声量豊かに独唱する、増永武雄とマイクロフォンを効果的に利用した、テナー藤山一郎を演じ分け、双方の分野の音楽的魅力を披露した。レコードを見ると、流行歌以外に、クラシック、ワーグナー、シューマンやジャズのレコードも出している。 ビクター時代の藤山は、燃える五人化、売り上げ18万7500枚、僕の青春、売り上げ10万500枚などがヒットしたが、音楽学校在校中に吹き込んだ、小鹿メロディーほどの大ヒット曲には恵まれなか。藤山は、この時期を振り返り、私の出る幕はなかった、レコードの売り上げ枚数をもって、史上命題とする、プロ歌手の壁は厚かったと述べている。 ビクターのライバルコロンビアでかつて放ったヒットをしのぐことはできなかった。その一方、漢学出身者の嫌味なアカデミズムを廃止、下品な低俗趣味を避けたいとも考えていた。私は、みんなが楽しめる音楽の紹介と、そのプレイヤーとして生きるという思いのもと、シューマンを歌う。欧米の名曲や民謡を歌う。そして、もちろん、流行歌も歌う充実した日々であったと述べている。 ビクターとの契約期間は3年で満了を迎えた。ビクターは藤山との再契約を望んだが、当時コロンビアから定築に移籍していた小賀正男は定築への移籍を促した。藤山は定築のブランドイメージ、創業者が楠木正重に傾倒し、正重の銅像をレーベルマークにしたり正重にちなんだ芸名を歌手に付けたりしていたに抵抗を感じたものの、 成果の経済的事情もあり、最終的には、小賀と再びコンビを組むことの魅力がかった。念のため、ビクターとの契約期間満了から1ヶ月を置いて、定築へ移籍した。契約金は1万円であった。ちなみに、同時期の内閣総理大臣の月給は800円。1936年、昭和11年、小賀が作曲した、東京ラプソディが、 販売枚数35万枚のヒットとなった。これにより藤山は B 面の東京娘と合わせて2万千円の歌唱印税を手にし、学生時代から抱えていた成果の借金を完済することができた。PCL によって東京ラプソディを主題歌にした同じタイトルの映画も制作され、藤山が主演した。 東京ラプソディと同じく小賀が作曲し1936年に発売された男の純情、翌年の青い背広で青春日記もヒットした。藤山はこの時期に歌った曲の中から印象に残る曲として東京ラプソディと共に夜明けの歌大阪中央放送局が1936年に企画した有名な詩人の作品に歌をつける企画。国民歌謡を 国民合唱と呼ばれたを挙げている。1937年、昭和12年に露行橋事件が起こったのをきっかけに、国民精神総動員を打ち出した政府は、音楽業界に大使繊維を高揚させる曲の発売を奨励し、ユーモア、恋愛、感傷をテーマとした歌の発売を禁止する指示を出した。定築はこの方針に従い、藤山も、中列。大和婚、国家総動員。 雪の進軍、かけろ表し、最後の決戦、不評の本領、愛国行進曲、山内中尉の母といった、繊維功用のための曲を吹き込むようになった。低築時代の藤山一郎の人気は凄まじく、ポリドールの正治太郎と並んで、断菊時代を形成した。低築時代の藤山は、バリトンの声楽家というよりは、テナー歌手としての流行家に重点が置かれている。 これについて、当時、新聞記者だった、音楽評論家の上山慶三は、愛の古巣に帰ろう、男の純情などいう流行歌なんかやめちまえ、声がもったいない、クラシックに帰れと提言した。1939年、昭和14年に定築との契約期間が満了を迎えた。この時期には、小賀と定畜が方針の違いから対立しており、藤山は小賀と共に、 コロンビアへ移籍した。移籍後藤山は、上海屋曲やハットリリとの初のコンビによる、懐かしなボレロを吹き込みヒットさせた。1940年には、小賀作曲の、懐かしの歌声もヒットしたが、音楽観の違いから、藤山は、小賀と距離を置くようになった。声楽家としては1939年に、オール日本新人演奏会10周年、記念演奏会、 日比谷公会堂でベルギィのアリアをバリトン読唱し、1940年にマンフレート、グルリット式のベートーベンの旧 NHK ラジオ放送をバリトン読唱してノールの美しさを持つバリトン・マスナガ・タケオの健在ぶりを示した。マスナガ・タケオの名義では、松尾芭蕉の荒海や佐渡に横田・普天がという旅の序章を主題にし、国民歌謡、旅衆の吹き込みを行っている。 1941年、昭和16年に太平洋戦争が開戦した。序盤は日本軍が優勢で、軍は新聞社に対し各地に駐屯する将兵に娯楽を与えるため異門団の結成を要請した。読売新聞社が海軍の要請を受けて南方異門団を結成すると、藤山はこれに参加した。藤山には音楽の先進国であるヨーロッパへ渡りたいという、 思いが強く、ヨーロッパ諸国の植民地であった場所へ行けば、ヨーロッパの文化に触れることができるかもしれないという思いと、祖国の役に立ちたいという思いからこれに加わった。当時日本軍は渡航直前の1943年、昭和18年2月1日に、ガダルカナル島から撤退するなど、南方で苦戦を強いられていたが、藤山はそうした情報を正確に把握していなかった。藤山は後に、 もし戦況を正確に把握できていたら南方移盟には出なかったであろうと述べている。1943年2月、移盟団はボルネオジャワ方面の海軍昌兵移盟のため船で横浜港を出発。途中で帰港した高尾港では敵の潜水艦による魚雷攻撃を受け、かろうじて命中しなかった。 藤山は初めて選曲がが内地で宣伝されているよりも、はるかに緊迫したものであることを察知することになった。3月に、ボルネオ島、カリマンタン島をバリクパパンに到着。ボルネオ島の他すらは石島、ティモール島など、周辺一帯を慰門に回った。藤山は、持ち歌や、軍歌のほか、地元の民謡を歌った。海軍士官が作った詩に曲をつけ、歌ったこともある。 サマリンダコウタ。藤山は7月に予定されていた遺門を終え、帰国した。藤山は帰国後すぐに、海軍より再度南方遺門の要請を受け、11月に、スラウェシ島へ向けて出発した。藤山は、ヨーロッパの文化にさらに触れ、現地の民謡を採付したいという気持ちから要請を承諾し、一回目の遺門での扱いは、軍属で、藤山はこれに強い不満を覚えていたが、 この時は、月給千八百円の海軍食卓、総任間ごと、少佐待遇としての派遣であった。藤山の遺門団は、スラワイシ島、ボルネオ島、小スンデレ島のバリ島、ロンボク島、スンバワ島、フローレス島、ス,島スンバ島、ティモール島などをめぐった。このうち、スンバ島は、多数の敵機が飛び交う最前線の島で、遺問に訪れた芸能人は、 藤山ただ一人であった。なお、小寸ダレットを疑問するにあたり、軽装で着任するよう要請された藤山は、愛用していたイタリアダラッペ社製のアコーディオンを、スラウェシ島に置いたまま出発したが、同島に戻ることなく、敗戦を迎えたため手放す羽目になった。これ以降藤山は、ジャワ島スラバヤで購入したドイツホーナー社製のアコーディオンを愛用することになる。1945年、 昭和20年8月15日、藤山は、ジャワ島スラバヤをマデウンへ向かい移動する車中で、日本の敗戦を知った。藤山は、独立を宣言したばかりのインドネシア共和国の捕虜となり、ジャワ島中部、ナウイの刑務所に収容され、その後ソロ川中流部にある、マゲタンの刑務所へ移送された。1946年、昭和21年、スカルノの命令により、 マラン州プジョンの山村に移動した。そこには、三菱財閥が運営していた農園があり、旧大日本帝国海軍の将兵が一体を、蔵間村と名付けて、自給自足の生活を送っていた。蔵間村滞在中、藤山は、休日になると、海軍の兵士だった森田正志郎と共に、各地の収容所を遺問して回った。蔵間村での生活は、数ヶ月で終わりを告げた。 太平洋戦争終結直後から行われていた独立戦争において、インドネシアとイギリスとの間に一時的な停戦協定が成立し、日本人捕虜を別の場所へ移送した後、帰国させることになったためである。藤山はリアウ諸島の連覇島に移送された。この島で藤山はイギリス軍の要務員とされ、イギリス軍兵士の慰門をして過ごした。 1946年7月15日、藤山は福音輸送艦に改装された航空母艦、カツラギノに乗って帰国の途に着いた。1946年7月25日、カツラギノは広島県大竹港に到着した。東京の自宅について間もなく NHK がインタビューにやってくるなど、藤山の帰国はニュースとなった。山は8月4日に、 NHK のラジオ番組、音楽玉手箱に出演したのを皮切りに、早速日本での歌手活動を再開させた。1947年、昭和22年に入ると、戦前派の歌手たちが本格的に復活の呪しを上げ、藤山一郎もラジオ歌謡、三日月娘、音楽五人男の主題歌、夢淡き東京、日本歌曲としても音楽的評価の高い。 白鳥の歌などをヒットさせた。1949年、昭和24年、長井隆の随想をもとにした、長崎の鐘がヒット。この歌を主題歌として映画、長崎の鐘が制作された。長井隆と藤山の間には交流が生まれ、長井は藤山に以下の短歌、新しき朝を送った。藤山はこの短歌に曲をつけ、 長崎の鐘を歌う際に続けて新しき朝を歌うようになった。藤山は長いの死から8ヶ月後の1951年昭和26年1月3日に行われた第1回 NHK 紅白歌合戦に組のキャプテンとして出場し長崎の鐘を歌唱し白組取り及び大鳥りを務めた。ちなみに藤山は1951年の 1> 第1回から1958年の第8回まで8年連続で出場するなど、歌手として計11回紅白に出場している。1949年7月、東宝は石坂洋二郎の小説、青い山脈を原作にした映画を公開した。この映画の主題歌として、同じタイトルの青い山脈が作られ、藤山が奈良光へとデュエットで歌った。 青い山脈は映画、歌ともに大ヒットした。歌は長年にわたって世代を問わず支持され、発売から40年経った1989年に NHK が放映した昭和の歌、心に残る200においても第一位となってい。奈良三恵が1977年に死去すると、青い山脈は藤山の持ち歌となった。1954年、昭和29年、 藤山は、コロンビアの専属歌手を辞め、NHK の食卓となった。その理由について、藤山自身は、自らのクラシックとポピュラーの中間を行く、音楽生活を充実させつつ、将来活躍できる新人に道を譲るのも、悪くないと考えたからだと述べているが、i ユ u によると、背景には、かねてから藤山がレコード会社の商業主義に対する疑問があり、 さらに俳優が脚本を読んだ上で出演を決めるように希望する歌を歌いたいという気持ちもあった。1961年昭和36年にはくま書房発行の世界音楽全集第13完成楽、3においてフォスター曲を独唱し編曲も担当している。1965年昭和40年 NHK の許可を取って出演した東京十二。 チャンネル制作の火曜百年がヒットした。火曜百年はベテランの歌手が昔懐かしい歌を歌うというコンセプトの番組で後に懐かしの歌声とタイトルを変え懐かしの名曲ブームを巻き起こした。藤山はクラシックの香りのするホームソングを主体にしていたが1958年以降は紅白歌合戦にも数回を除いて歌手としてではなく 指揮者として出演していたが、再び歌手として人気を集めるようになった。なお、紅白歌合戦には1950年の第1回から1992年の第43回まで歌手、または指揮者として連続出演した。1972年、昭和47年10月、初代会長であった、庄司太郎の死去に伴い、日本歌手協会会長に就任した。 同協会は歌手の立場強化を掲げる任意団体であったが、藤山の会長収入を機に社団法人にすることが議論された。文化庁との接触の結果、1975年昭和50年5月に協会は社団法人として認可された。社団法人となった日本歌手協会の立場は強化され、それまで作曲家と作詞家にしか支払われなかった著作権収入が、 著作隣接権として歌手にも支払われるようになった。藤山は1979年、昭和54年5月まで会長を務め、以後は理事を務めた。藤山の死後、日本歌手協会は NHK と共催で追悼コンサートを開いた。1992年、平成4年5月28日、藤山は国民栄誉賞を受賞した。受賞理由は、 正当な音楽技術と知的解釈をもって、歌謡曲の英称に独自の境地を開拓した長きにわたり、歌謡曲を通じて国民に希望と励ましを与え、美しい日本語の普及に貢献したというものであった。スポーツ選手以外では初めて存命中に受賞した。池 k 優によると、藤山の受賞を決定づけたのは1992年3月28日。 土曜日19時30分から20時55分まで NHK 総合で放送されたテレビ番組幾多の丘を越えて藤山一郎80歳青春の歌声であるこの番組を見た衆議院議員島村義信が当時自由民主党の幹事長であった渡貫民美助に国民栄誉症授与の話を持ちかけたことで政府が検討に入ることになったまた NHK のアナウンサー出身の参議院議員で、かつて、小賀正夫の国民栄誉賞受賞に尽力した、高橋慶造も、福田夫を通じて政府に働きかけを行った。藤山は娘を通じて、受賞を打診され、受諾した。当初受賞式は4月25日に予定されたがこの時、藤山は、座骨神経痛を患い入院中で、退院後の5月28日に延期された。 受賞式会場の首相官邸に車椅子に乗って、現れた藤山は中に入ると車椅子から降りてつを、ついて歩き、東京音楽学校時代の恩師、クラウスプリングスハイムの式で、声楽家、マスナガ・タケオとして、日々や講堂で独唱したベートーベンの歓喜の歌を伴奏なしで歌った。数十年ぶりクラシック音楽のマスナガ・タケオと、大衆音楽の藤山一郎を披露した。 なお、スポーツ選手を除く国民栄誉賞受賞者の中では最初の存命中の受賞となった。1996年に上野恩賜公園内に設置された日本スポーツ文化賞栄誉広場には国民栄誉賞受賞者の手形が展示さており、藤山のものもある。なお藤山は国民栄誉賞以外にも、君三刀髄法賞、1982年春、指示法賞。 1973年、日本赤十字社特別有効賞。1952年、NHK 放送文化賞。1958年、社会教育功労賞。1959年、日本レコード大賞特別賞。1974年、などを受賞、受賞している。藤山は1993年、平成5年8月21日。 急性心不全のため死去。同年8月14日、土曜日19時30分から21時30分まで NHK 総合で放送された第25回思い出のメロディーが最後のメディア出演となった。死後、その功績から14位に助せられた。菊池清茉郎は、藤山の生涯について芸術家としての人生が約束されながら、 大衆音楽の世界で人気を博し国民栄誉賞を受賞するという稽古な人生だったと評している。藤山の遺品は遺族から NHK に寄贈され、NHK 放送博物館の藤山一郎作曲ルームに展示されている。NHK 以外にも埼玉県与野市の市か与野市民家を歌唱した縁で、与野市にも遺族から遺品寄贈され、その一部は与野市図書館。 後の埼玉市立世の図書館に展示されている。藤山の墓は静岡県の藤霊園にあり、墓碑には富士山の絵と漢字の1、らがなの炉が刻まれており、合わせて藤山一郎と読むことができる。また、藤山が作曲したラジオ体操の歌の楽譜2小節分と歌詞も刻まれている。前述のように藤山は 慶応義塾在籍中に福沢諭吉が説いた奉仕の精神の影響から1950年代半ばから様々な社会活動を行うようになった。藤山は奉仕を重んじるボーイスカウトの精神に共鳴し、ボーイスカウト日本連盟の参与を務めた。1971年昭和46年第13回世界ジャンボリーが日本、 静岡県富士宮市で開かれた際には、低ソング、明るい道を、の作曲を行った。1988年、昭和63年にスカウトソングを収録した、カセットテープが制作された際には、録音に立ち会い、自ら連名か、花は香るよ、など7曲を歌った。1992年、平成4年、永年にわたる功績を称えられ、連名から、 最高功労賞である記事賞を贈呈された。藤山の葬儀の際には、ボーイスカウトのブレザーと記事賞を身につけた写真が遺影に選ばた。1958年昭和33年6月、藤山はロータリークラブ、東京西ロータリークラブに入会した。藤山は会員として精力的に活動し、霊界に欠席したことがなかった。 死の前日の1993年8月19日にも杖を持ち車椅子に乗って出席を果たしている。会の運営にも熱心で1986年から1987年まで東京西ロータリークラブの会長を務めた。東京西ロータリークラブの歌をはじめ、ロータリークラブにまつわる歌の作曲や会員への歌唱指導も行った。藤山は 日本語の発音に厳しいことで知られた。言語学者の金田市春彦は有名な逸話として、紅白歌合戦で、蛍の光が歌われる際に指揮者を務めた藤山が、歌い出しの部分を、アクセントに合わない節がついているという理由で自らは、決して声を出して、歌おうとしなかったことを挙げている。実際には、テレビ東京の、懐かしの歌声などの番組では、称している。音名を、 イタリア式に発音する際も、ラワ l ルエで、レワレだと厳密に発音を区別していた。近代地は、藤山の厳しさは、言葉のアクセントに厳しい作曲家、元織長代の家に出入りしていくことで培われたものだと、推測している。藤山は、プロの歌手にとって、重要なのは、正式に声楽を習い基本的な発声を習得し、基本に忠実でしっかりとした発声により、 歌手を明瞭に歌うことであり、技巧を凝らすのはその先の話であると述べている。学典、音楽理論に忠実であることから、藤山一郎は、性格歌手と言われた、二つのペルソナ、マイナス生誕百年、藤山一郎と、増永武雄、菊池清間路春獣2011.4の52721ページ。後輩歌手では、伊藤久夫、大見敏郎、岡本厚夫、 ふせ明、尾崎清彦、由紀沙織、こ、ゆきさおり、せり子、うこ、ばなどを、ただクルーンするだけでなく、し具もできる、両頭使いだからという理由で評価していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。